おっさんからあなたへ100歳まで生きる時代だよ。こんにちは、島田です。おっさんのおっさんによるおっさんのための動画っていうことでお話ししてるんですけど、今日はですね、100年見据えていきましょうよっていう話なんですね。これ何なのかって言いますと、私今58歳なんですね。58歳が若者っていうような時代があと何年もしないうちに来るっていうふうに私は考えてるんですね。何なのかっていう話をしますと、私の父親は58歳の時にアル中で入院してました。それで、すぐねパーキンソン病にかかったりして、ほぼほぼねもう私の年代から働いてないんですよ。でお袋もそうですけど、もうこんぐらいの年になったらほぼ働いてないんですね。それで年金でどうにか生活ができてた世代の、まあ昭和一桁っていう方たちなんですね。それに対して例えば私にしてもそうですし、我々の年代っていうのは、じゃあこれが年金もらえますよって言ってそれで生活できますかっていう話なんですよ。多分いや無理無理無理、そんなんじゃ生活できないよっていう金額しか多分もらえないはずなんですね。とするとどうなるかっていうと、何かしらで収入を得なきゃいけない、そういう年代なんだっていうことなんですね。私らにしてもそうですし、私らよりちょい上の人たちもみんな同じ環境なわけですよ。それで私らよりもっと若い人、今ね本当バリバリで働いてるような人もそうなんですけど、どん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 これから年金額は減っていきますよ。まず間違いないです。年金は減っていきます。ということはどういうことなのっていうと、現役で働く年齢がね、私の父親の時代はもう55歳で終わりなわけですよ。ところがそれが60歳、70歳、80歳っていう時がちょい、もう多分目の前です。もう目の前にそういった年まで元気で働かないと生きていけないよっていう時代がもう目の前に来てるわけですね。じゃああなたはその時に何をしてますかっていうことなんですね。例えば人生でこの前自分の職をつけなさいよっていう話をさせてもらいました。20代は手に職をつけましょうっていう話をしたんですけど、私の年代もそうですけど、一つの職でいいっていうのがみたいなね。もしかすると50代60代でその基盤となったものに次のものを乗せないと食っていけない時代になるかもしれないよっていうことなんだよね。例えば今までは会社に勤務すると会社以外の仕事ってやっちゃダメだよっていうのがほとんどの企業でしたけど、今どうなってるかっていうと、会社に勤務しながら他の例えば YouTuber やっても、何かで副収入得てもいいよっていうふうに変わってきてるんですね。要はあなた自身のスキルをどんどん磨いて上げていくことによって、一つの仕事だけじゃなくて複数の仕事をやりながら同時並行で生きていく、もしくは生きていかなきゃいけない時代に多分もう目の前ここにもうその時代が来てるわけなんですよ。あなたがね苦労しながらずっと苦しい苦しいっていうような年代を続けていくんであれば、それはそれでいいのかもしれないんですけど、人より裕福な生活したい、自分が欲しいものは買えるような、生活をしたいと思ったらどうしなきゃいけないかっていうと、今思ってるのの2倍3倍ぐらいの自分自身のスキルを身につけとかないと、今後100年当たり前、もしくは120歳、
150歳まで生きれるようになった時に働く年代も上がるんだっていうのを頭に置いといてくださいっていうことなんですね。ということは何をしなきゃいけないかっていうと、自分自身のスキルを磨くっていうのが一つ、それと健康で過ごすっていうことなんですね。あなた自身がスキルをどんなに磨こうが健康じゃなかったらこっちだけがあっても意味がないわけですよ。健康でスキルも磨いていつまででも働けるようにあなた自身がならないと、いざ、ね、60歳70歳ってなった時に働かざるを得ないんですよ。その時に今道路現場でよく旗振りしてる人いるじゃないですか。おじいちゃんとかおばあちゃんばっかりじゃないですか。お危ねえよお前みたいな人が旗振りやってますよね。旗振りを80歳とか70歳でやりたいですか？やりたくないじゃないですか。としたら人に使われるんじゃない、自分がその時人を使ってる、そういった人生設計を今から考えてやっとく。もしくはあなたが働かなくてもお金が働いてくれるような設計をしとかないとやばいよっていうね、もう人生100年なんだっていうのをちょっとね考えながら生きてってくださいよという話です。終わります。